紹介している食欲の秋のテイクアウトグルメ、私が紹介するのはグビッとビールを飲みたくなる揚げかんぼこです。おいいですね。あ、ここね、紹介するお店はこちら、長崎揚げかんぼこ研究所。ユニークな名前のお店ののれんをくぐると、うん、アップルでもご紹介しましたよね以前。はい、そうです。1階は立ち飲みスタイル、はいはい、そして2階は座敷で最大25人まで入ります。路面電車が見える見晴らしのいい席もありますよ。中島川も近くてね、はい、いいとこなんですよね。そしてテーブルについて一番に気になったのがこのザル、何だと思いますか？なんだ？ん？これを頭につけるのかな。それ大倉さんだけ。実はこれにお金を入れておくと、はあ、注文するたびに店員さんが精算していってくれるんですよ。わ、うんうん、かります。これは角打ちでこういうスタイルですよ、うんうん、あ、そうなんですね、うん、頼んだ分だけお金を支払うっていうシステム。そうそうそう、なので予算に応じて あらかじめ入れておいて予算で楽しむこともできますし、ええ、もうお会計が済んでいるので、うん、もう飲み終わったらすぐに帰れるという、うん、そうそうそう、フラッと立ち寄ってすぐこう出ていけるっていうのがまたいいんですよね。気軽で楽しめます、ええ。そしてかんぼこ研究所という名前ですが、居酒屋メニューが充実しているんです。その中でも人気のこちら、チューリップの唐揚げ。はい、お花じゃないんですよ。形がチューリップみたいな鳥の唐揚げです。お、 鳥ですか、はい、鳥なんです。名前面白いね。すごくサクサクのジューシーな唐揚げがね、ビールが飲みたくなるんですよ。いいですね。そして実はこちらもテイクアウトできるんです。嬉しい。メニューにある揚げ物はすべてテイクアウト可能ですよ。もちろん揚げかんぼこもバリエーション豊富。私は店長おすすめの紅生姜をいただきました。うまそうですね。写真は1枚なんですが、通常は14種類の中から2枚選んで300円です。こだわりのかんぼこはお店で手作りされていて、具材に合わせてエソとアジのすり身を使い分けているそうです。こだわってますね。お、かんぼこは後ろで立ち飲み中ですよね。そうなんです。私も立ち飲みを楽しみました。飲んでないじゃない。食べてるね。はい、食べる方に専念で美味しかったので、はい、かんぼこはすべて持ち帰り可能で、注文を受けてから揚げてくれるので揚げたてが食べられます。嬉しいね。すっごくね、もう美味しかったです。スタジオにはちょっと変わり種のかんぼこをご用意しました。お、それはチーズおかきです。ほう、おう。そしてもう一つの方がマンモー。マンモー？マンモー？何？テレビで原始人とかが食べるマンモスの骨付き肉。あ、ガッツリですね。はいはいはい、あれかぶりつくの夢じゃないですか？いや、夢ではないです、ね。本当ですか？大倉さん、私の代わりにマンモをかぶりつく。さっちは夢の、うん、その食べ方なんですね。はい、豪快に食べてみたいなと思って。マンモ、それが、はい、巣がなくなってマンモですね。はい、マンモです。いただきます。どうですか？あ、これはウインナーですね。うん、そうなんです。うん、あ、合いますね、ウインナーと、うん、ウインナーがプリッとしてて、うんうん、周りは柔らかい、こだわりのすり身で。美味しいですね、これ。ビール欲しくなるわ。手で持ってるってのがいいですよね、またね、うん、だから骨だから、一回これ骨付きの鶏を多分取って、うん、もう一回刺してるってことでしょ。そうだと思います。もうすごく手が込んでますよ ね。じゃあ私もチーズおかき、いただきます。チーズおかきだけでもビールの当てになるけどね。お、どうですか？いい音が聞こえてます、わかるかな。すごいサクサクしてますよね、うん、なんだろう、うんうん、でも中のチーズだったりこのかんぼこがプリプリしてて美味しい、うんうん、合う合う、いい音がしてますよ、うん、お酒が欲しいですね。ないんですか、お酒は？お酒はないんですか？お酒は、ね、ないですね。お酒はテイクアウトできないんですか？お酒はテイクアウトできないので、できないですね、はい、でもお昼からでも飲めますし、ぜひ皆さんにも行ってほしいです。お昼からでも飲めるところ、今アピールしたところに君のお酒好きっていうのはよく分かりました。店長さんが常に面白いユニークなものということで、うん、常に新しいかまぼこを生み出す研究をされているそうです。じゃあ行くたびに新しいメニューと出会える、はい、出会えるかもしれません。全部食べちゃった。大倉さん完食です。場所のご紹介です、はい、長崎揚げかんぼこ研究所は浜の町アーケード電停から歩いてすぐのところにあります。お昼は定食もありますよ。皆さん気軽にぜひ行ってみてください。以上、テイクアウトグルメでした。